あ、どうもこんにちは、今回、ミキヤさんの名前を書かせていただきました、内容を説明させていただきます、こちらの、未来なるという3文字を絵にしたんですけど、この部分に、お父さんとお母さんと宗一郎くん3人いらっしゃって、で3人が見守る中、ミキヤくんがこうどんどん羽ばたいていくイメージで書いてみました。それで文章の中に、見守り支える壮大なる一つの絆を、老少の志を今から未来へつなぎ織りなしてというところが、宗一郎くんの名前を入れまして、安らぎとともに正しき道をっていうところは、安政さんとともみさんとお父さんとお母さんの名前をこう組み合わせながら、になってます。でみんなに希望を与えて優しくたくましくっていうところは、ミーキーヤというあのお子さんの読み方、あと無限の命の幸せ奏でて育ちますようにっていうところがムシカさんというあの名字を入れて書いてみました。過去から 今から未来へ無限に連なってこう命の幸せを奏でて元気に育つようにお祈り申し上げます。以上です。ありがとうございます。